こんにちは。メッセージありがとうございます。今回ちょっと短めにお話しようかと思いますけども、私が FX をね、すべての投資ごとの一丁目一番地、根幹に置いているのはなぜかというと、FX は飛ばないってことなんですよ。おそらく飛ぶ可能性は非常に低いでしょう。アメリカと日本、この国のどちらかがなくなってしまったりとか、金融ってものがね、えー、非常に制限されればまた別ですけども、少なくともいろんなあの民間企業がやってるうビジネス参加とかね、 投資のようなものとかあまあビジネスとかいろんなものが民間企業をやってますけどもこれはあもう簡単に潰れたり簡単に約束が保護になったりすることを前提にやらなきゃければなりませんから大きな資金をそこで運用することはないです。まあ、体のでそれに準ずるるものがあると思いますがですが FX につきましてはあ国単位で動いているものですからねこれがね どうにかかななななることとはいいいんじゃないかなと思いますすプラスですね FX の理論理屈っていうのはだから株をやる前に FX 金融をやる前に、ね、派生商品をやる前にデリバティブをやる前に FX 何をやるにしても FX が全ての根幹になると思いますしこれから暗号通貨ってものがね価格を上げたり下げたりしますけどもその勘を養うのにもやっぱり FX なのかなと私は思うんですけどもね。 あのいろんな考え方があるんですけども私が資産を作り続ける中でこの考え方がやっぱり根幹にあるからなんとかなってるのかなと思いますうんやっぱりね毎年毎年年間の、まあ、売上なり利益っていうのをトータルで占めるう決算っていうのがありますまあ確定申告ですよね、まあ、その中で昨年を下回ったことっていうのが私は一回もないんですよねそれこそお40歳になってからなんですけども それはどうしてかっていうと、昨年の理論理屈は大切にしながら、ちょっとだけ今年にプラスアルファするってことを繰り返してるんですよね。で、大振りすることもないです。考えてみたら体の間も、じゃあ何百万も買ったのかって言ったらそんなことはないですからね。FX も最初にいくら入れたのかって言ったら30万からですからね。30万入れて増えたんで100万にしてロットを増やしたってことなんで、本当に小さなところから育っていくってことなんじゃないかなと思います。で、今回のようなご質問も、 その一つになると思います小さなところから小さな疑問から解決していくそして分からないことは必ずあるってことなんですよで分からないことを全部解決したいのは解決したいんですけどもそうは言っても分からない部分があるんですよね、うん、今回もその一つだったんではないかなと思います時にはセオリー通りに時にはセオリーをまあ裏切っていく、うん、そういったことが投資の世界では求められているのかなと思いますね、えー、基本はあるんだけども自分なりの 投資方法に結局はたどり着かなければ、なかなかうまく切り抜けていけないのかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。